国家権力対森裕子とマスコミの皆さんから言われました。おかげさまでやっぱり野党が結束すれば勝てるということ、そして大変、国家誰と戦ってるかもう分かんないでしょとマスコミの皆さんに言われるほど毎日日替わりで複数の閣僚が来て、小泉進次郎も2回来たし大変だったんですけど、おかげさまで勝つことができました。で、あの選挙で勝てたからこそ新潟県知事選挙で勝つことができた。もう熱が冷めてませんでしたし、その時に、民進党はね、申し訳ないけど松木先生一生懸命やってくださって、旧維新の先生方が次々に応援してきてくださったんですが、基本の選挙の体制は民進党、そして連合なし、共産、社民、自由でやりました。そして参議院選挙の時も実はそこが主体だったもんですから、もう連携がしっかり取れていた。だからそのみんなの力がさらに進化をして、その力をみんなが発揮することができたし、市民の皆さんたちも市民連合の皆さんも参議院の時はね、ちょっとおっかなびっくりというか、森友子とあまり縁がなかったという人たちもいたりとかいうことで、そもそもオール野党プラス市民なんていう形が新潟で初めてで、日本でも初めてだと思いますけど、そういうことで、なかなかみんなの力が発揮できなかったんですが、1回選挙やった、そして勝てたということで、結束がさらに深まった、そして、私も選対本部長をやらせていただいて、あんなに気持ちのいい選挙はもう二度とできないと思います。本当に素晴らしい選挙だったと思います。一糸乱れず、あとで自民党からですね、もう私たちの陣営はものすごい統率が取れていて、その指示のが誰から出るのか、そしてどうやってみんながそれに従うのかという指揮命令系統が極めてはっきりしていた。あとはですね、なんかね、おしゃれでした、市民連合の人たち。その会合の、例えば私が野党統一候補に決まった時に、私自分がその出馬表明の記者会見するときに自分で記者会見セッティングしなかったというのは初めての経験なんですが、その市民の皆さんが全部セッティングしてくれたの。飾り付けとか、みんながどういうふうに並ぶとか、どういう挨拶をするのか、どういう人たちがしゃべるのか、そういうことも市民の皆さんのその感覚で、思い思いの飾り付けだったり、それからプラカードを自分たちで作ったり、なんかおしゃれな、そういうのって実はとても大事だと思います。選挙の時もそうでした。みんなが同じプラカードを持ってるんじゃないんですよ。行く先々で全部プラカード違うの。手作りのかわいい若い人たちが作ったおしゃれなものもあれば、おじさんたちが作った方言で書いてあるおまんた、あんたたちってことね、あんた平和憲法どうすんねん、守んのかねん、7月10日参議院選挙とかね、そういうなんか今までにない私たちだと思いつかないようなフレーズを使ったり、素敵な手作りのそういうプラカードを使ったり作ったり、今までのその政治活動っていうのにこう枠にはまらない提案をしていただいて、そういう活動をしていただく中で、どんどん広まり、そしてその市民の皆さんと一緒にやらなければ野党はダメなんだっていうことをだんだん政党も分かってきますし。